アイウラは、チャーサによる日本の4コマ漫画作品。ニコニコ星画における、ニコニコで漫画を描いてみたのコーナーで2011年3月2日から2014年4月23日、連載されたほか、商業漫画雑誌である、4コマナノエースでもボリューム4により2013年10月号像館まで、連載。同志の休館により、月刊少年エースに移籍し、 2013年12月号から2014年6月号まで連載された。2012年12月7日にテレビアニメ化決定が発表され、2013年4月から6月まで放送された。タイトルの由来は、主人公3人の名字の頭文字、甘や岩沢上原遠いコール愛裏、となることから付けられた。小学生時代からの幼馴染である、甘やかな子、岩沢あやみ。 高校入学の際に知り合った上原歩美氏、そして矢名責めをはじめとするクラスメートらの日常を描いた物語。明確な主人公は定められておらず3人で共に過ごすことが多くなった総庫たちを中心に、時にクラスメートや別のクラスの生徒、後輩ら、さらには大人たちを交えて様々な視点から物語が進行していく。キャッチフレーズは、 何も起きないが起きる彼女たちの日常。タイトルは単行本より、第1話から第26話まで花のエース掲載。第27話以降は少年エース掲載。本作品のウェブ版においての作品ごとのタイトル画面はノートのページにタイトルが書かれているというものであり、この節で説明する左上とはそのタイトル画面のノートの左上に描かれている。 某人間の物語のことを指す。第1話から続くシリーズものになっている。ただし、第17話は作者の都合で描かれていない。最初のタイトル画面には、今回作者がいっぱいいっぱいなためここのあれは、お休みですご了承ください。と書かれている。第21話にて最終回を迎えた。作中で、橋シ子こと上原優子が書いている漫画作品。 第2巻のおまけに掲載された。2011年12月9日発売の4コマナのエースにて単行本化が発表された。2011年12月14日15時更新のニコニコで漫画を描いてみたにて番外編、コミックス化の経緯と題して単行本化決定に至るまでのストーリーと作者近況をコミカルな絵で再現しており、 単行本位作業の大変さを伺うことができる。そして2012年5月9日発売の4コマナノエースボリューム13の15ページと2012年6月6日15時更新のウェブ版第33話追跡にて2巻が発売されることが判明した。コミックは角川グループパブリッシングより発売中。2013年4月から6月までテレビ東京。 ニコニコ動画にて5分枠の短編アニメで放送された。制作はライデンフィルムで単独制作は本作が初となる。またスタッフには中村良介をはじめとする前年に公開されたアニメーション映画作品狙われた学園のスタッフが多く参加している。アイウラジオは2013年4月2日から6月25日までニコニコ生放送にて放送されたラジオ番組。 全13回。翌日には、音栓でも再配信される。ブルーレイ、DVD2013 年8月7日に発売。全12話を収録。企画品番は、PCXG-5100、PCBG-11197。CD。ありがとうございます。